いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルフィアットチンクエチェント X ポップスタープラスを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに飛び石、左リアのアルミホイールに傷がございます。走行距離に関しましては約2000キロと非常に低走行かつ車両コンディションも良好な1台となっております。フィアットのコンパクト SUV 車両チンクエチェント X でございます。こちらのお車はポップスタープラスということで、レザーシートや純正の18インチアルミホイールが追加され、より豪華な仕上がりの1台でございます。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンに関しましては 1.4 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は140馬力でございます。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された1台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラウンレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのマルチファンクションステアリングが装備されており、こちらのお車にはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましてはカロッツェリア製の SD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはオート、スポーツ、トラクションモードが用意されております。フロント両席にはシートヒーターも完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立つ使用感はなく良好なコンディションを保っております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2017年モデルフィアットチンクエチェント X ポップスタープラスを紹介させていただきました。街乗りに適したボディサイズ、イタリア車らしいおしゃれなデザインが人気のフィアットチンクエチェント X でございます。 SD ナビゲーションやシートヒーター、クルーズコントロールなど快適装備もしっかりと加工されております。新車保証もたっぷりと残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。